ノーザンファーム。はい、というわけで、ちょっと高い声を出してしまいましたが、はい、全国3億人の一口馬主ファンの皆さん、お待たせしました。馬主ーもの時間です。馬主ーもね、ちょっとお待たせしてしまいましたけどもね、はい。ちょっとね、最近ね、私 C も、ちょっとプチ忙しくてね、副業のミュージシャンの方がね忙しくて、まあ本業なんですけども、はい、まあ撮影やらライブやらね、なんやらでね、まあちょっとまあコロナの反動じゃないんですけど、なんか結構ねありがたい話で、いろいろねちょっと仕事が立て込んでおりまして、なかなかねこういうね、ちょっと競馬絡みの、ちょっと動画がお届けできなかったんですけど、いや、まあその間にもね、シーモチャンネルには僕のミュージックビデオであったりとかね、ライブの時のそのね、ちょっとダイジェストであったりとか、そういうものをねアップしてたりしたんですけどね、コメント欄にね、早く競馬やってくださいというね、はい、俺が音楽やっちゃいけないのかよというね話なんですけど、じゃあ競馬やってやろうじゃねえかということでね、ちょっと久々にちょっとバヌシーモンをやらせてもらおうかなと思っている次第でございます。まずはですね、2020キャロットクラブの募集馬ね、おいシーモン、お前はね散々語っておいて、お前結局何言ったんだという話でございますよね。はい、キャロットクラブ2020募集馬の中で、私シーモンどの馬に行ったか発表したいと思います。私が今年行った馬は公言通り1頭でございます。1頭入魂で仕留めました。仕留めたということはね、その馬を無事ゲットできた、ね、仕入れることに成功したということでございます。はい、まあその馬はね、後に発表するということで、私行かなかった馬ね、最終的にですね3頭に絞ったんですよ。3頭にね、まあ追加動画とかね、出ましたよね。あれも見て、最終的に精査して3頭に絞りました。でその中の1頭に行ったんですけど、まずはその行かなかった2頭をね、ちょっとね、ちょっと行っていきたいなと思うんですけど、まずはですね、65番のディアデラノビア、まあ、これはね僕のね一人検討会の中でもめちゃめちゃコメントが熱かったでしょ、ね、いいなと思ってたんですよこの馬、ね、まあもう血統がまず間違いないですよね、まあ、ディアデラノビアにハービンジャーつけて、兄弟はドレッドノータスサンマルティンバルデスと、ね、どの馬つけてもね、もう本当どの種牡馬つけてもオープンまで行くようなスーパー繁殖ですよ、ディアデラノビア。まあまあ、この畏敬の地なので、まあ、ハービンジャー、ね、ハービンジャーっていうのはノーザンダンサーの この血が濃いですから、まあ、こういう、ね、ハービンジャーっていうのはこういう繁殖に合うんでしょうね。はい、畏敬の地とかそういうものに対して、やっぱノーザンダンサーの血が濃いので結構合うんだと思いますよ。はい、で、まあ、この馬行くポイントはですね、まあ、兄弟と比べてどうかというね、ことだけだったと思うんですが、まあ、この追加動画でね、まあ、私ドレッドノータスよりは下かななんて言ってましたけど、もう追加動画見たらめちゃめちゃ良かったですよね。はい、めちゃめちゃ馬っぷりもいいし、もう何の問題もないし、めちゃめちゃこれもしかしたら兄弟の中で一番走る馬になる可能性あるなと思ったんですよ、ね、動きもめちゃめちゃいいし、はい、まあ、なんですけど、まあ、最終的にまあこれ人気でしたよね。結果私のね友人もちょっと応募してたんですけど、バツイチでねちょっと通らなかったように、まあなかなか人気もあったので、まあ、結果僕はこの馬行かなかったんですけど、はいね、すごくいい馬だと思います。本当ね、もうなんだろうな、もうちょっと今回はちょっと諦めたということでございます。そして、私シーモが今回はちょっとね、泣く泣く応募しなかった馬もう一頭なんですけど、40番のピンクアリエス、当選ラー3区なんですけどね、この馬めちゃめちゃお買い得でしたよね。ただこれかなり値段のする馬と比べてもこっちの方が走るんじゃないかなというぐらい僕の評価は高かったです。
まあ、人気もねやっぱ皆さん目が肥えているので人気も高かったので、まあ、この馬をまあ最優先で、書かないと、まあ、取れなかった、そんなそれぐらいの人気だったのかな、だとは思いますが、まあ、まず何がいいかと言いますと、まあ、血統配合がねもう本当僕好みですよね、まあ当選ラーということで、まあ、ディープインパクト、とストームキャットですよ、まあ、この皆さんも、ね、ご存知だと思います、有名なニックス、このニックスは、まあ、ディープの息子たちにも、ね有効だということで、まあ、当選ラーでもこの配合は生きるだろうと、ね、いうことでございます。まあ、さらにはこのピンクアリエスに、まあ当選ラーが入ると、まあ、ディープインパクト、ムレイエフ、ブラッシンググルーム、さらにはミスプロと、この構成になりますと、まあビブロスとかね、ビルシーナとか、まあ、こういう馬に近い血統配合になるわけですよ。まあ、こういう意味ではね、これめちゃめちゃ血統配合的に面白いなと思いましたし、まあなんだろうな、動画の、まあ推進力がめちゃめちゃいいですよね。まあ、全身規制がねめちゃめちゃあって、もうぐんぐん歩く、まあ、こういう馬ってね、まあ、まず間違いないんですよ。まあ、兄弟もね、まあ、そつなく走ってますし、その兄弟の中での今までのね最高傑作になる可能性もあるんじゃないかなと思いまして、まあ、これはねめちゃめちゃ行きたかったですね。まあ、だけど、まあ、ちょっと他の馬を選んだということでございます。はい、それではですね、私シーモが2020キャロット募集のね中で一本釣りした馬を発表したいと思います。その馬は、一旦 CM です。冗談です。はい、発表したいと思います。その馬はジンジャーパンチ、55番ジンジャーパンチでございますね。サンデーサイレンスが入ってないロードカナロア3区でございます。はい、まあね、まあ、この馬ね、まあ、ちょっとね厩舎が、そこまでね、池添厩舎ということで、まあ、人気にもならなかったのかな。だから、まあ、無風といいますか、まあ、最優先で書けば誰でも買えたというね、ことでございますけど、はい、すごくいい馬だと思います。なんでこの馬に行ったかと言いますと、もうシンプルに馬がいい、ね、もう馬体もいいし、ね、まあ、ボクシーもね、馬体、血統、そして動き全てにおいて、次元の高い馬に行くというね、そういうポリシーがありますので、まあ、馬体ももちろんいいし、で動きもね、若干ね前のさばきの硬さみたいなのはあるかなと思ったんですけど、すごく推進力のある動き、全身規制もある、ね、めちゃめちゃいいなと思いました。そして、血統配合もですね、非常にねなかなかの好配合でございますよ。ロードカナロアとデュピティミニスター、ね、これも相性が良くて、まあ活躍馬で言いますとアンバルのイメージですよね。まあ、なので距離はまあちょっと短いところかなとは思いますが、はい、そしてまあデュピティミニスターとまあストームキャットが入ってますから、まあ、なので一人検討会の時にも言いましたけど、まあ、ダートに触れる可能性はやっぱりあると、まあ、そうするとまあこの組み合わせだとレッドルゼルのイメージですよね。まあ、でもアンバルもレッドルゼルも、ね、これも両方とも走ってますから、ね、まあ、私もね走ればもう短距離だろうがダートだろうが障害だろうがもう何でもござれでございます。もう走るのが一番嬉しいです、ね、一口話の、一番の、ね、美学は走ることです。はい、走るの最高、ね、はい、なので、この馬は、準オープンからオープン以上の活躍が、望めて、さらにはその先もあるだろうと思っての出資でございます。はい、まあ、さらにはですね、まあ、この上の、ね、兄弟がですね天下春という馬、ね、セレクトセールで3億円で、売買されたというね、セレクトセールで3億円の馬が、ね、まあ、下がね牝馬とはいえ一口14万で買える、大変お買い得じゃないかというね、ことでございますよ、ね、まあ、なのでこの、ね、この兄弟の一番の活躍馬、ルージュバック並みの
活躍を望めるのではないかと思っての出資でございます。はい、おそらく再来年ね、桜花賞走ってるであろうイメージがもう想像できます。はい、もう一人検討会の時からもうなんかねこの馬に行きたそうな感じ出てましたよね。はい、もうなのでもうなんかもうね動きと馬体とまあこう血統とか見た時にすごくね決めてましたよね。はい、さらにこのジンジャパンチはですねもうサンデーサイレンスが入ってないのがまあちょっとそういうね懸念点ではあるんですが、なんですけど逆にお母さんになった時にね、まあ、キャロットクラブっていうのはね母馬優先というね魔法のカードがありますから、はい、この馬がね後に引退してキャロットクラブにね、入ってまたねこの募集をした時には優先権を得られる。その時にはね非常にいい配合を作ることができますよ。他のサンデー系のねお父さんをつけて非常にいい配合を作ることもできるので、それもね結構まあ後の母は優先までをこうイメージしての出資でもありますね。はい、この馬が再来年桜花賞で走ってるのをバンバンにイメージできます。願望でございます。はい、以上私シーモが、今年、キャロットクラブ2020で応募した馬そしてゲットした馬はジンジャーパンチでした。そしてね、競馬会の方もちょっとね、競馬場に、まあ、抽選ではありますけど、まあ、入場できるようになるというねちょっと明るいニュースも入ってきましたよ。まあ、皆さんもね、一口話やってる方はですね早く競馬場にね自分の馬を応援しに行きたいですよね。あともう牧場見学もね行きたいですよね。ノーザンファーム行きたいですよね。はい、まあ秋になってまたね G1 シーズンにもなりますし、またね、ちょっと馬券の方とかもね、このシーモチャンネルで、ちょっとやっていければななんて思っておりますので、よろしくお願いいたします。いやー競馬って本当に素晴らしいものですよね。それでは皆さんまたシーモチャンネルでお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。